私は小学生の頃から過敏性腸症候群に始まり、乗り物酔いや原因のわからない頭痛、あと原因のわからない両耳の気になり、パニック障害、うつ、拒食症、発作性上皮性頻脈、顎関節症、子宮内膜症、卵巣脳腫で手術、それに繊維筋痛症、リウマチと今に来たんですが、どうも何かのバランスが崩れていて、病気の連鎖が始まったような気がして なりません。そしてどうにか自分でできないものかと、ネットや YouTube を見ていて、繊維筋痛症という、検索をかけたら、ここの自分研究ワークショップっていうところに引っかかりまして、私と同じ症状の人がいるって思いまして見ましたら、ああ私が今出口が見えるものはここじゃないかなと、勘でなんですけど思いました。とにかく今は子宮内膜症や卵巣脳腫、繊維筋痛症などの痛みに毎日悩まされています。原因は全くの不明です。それと歯医者さんにも1年半、通い続けています。婦人科さんの方にも約15年間、パニック障害につきましては22年間、繊維筋痛症は去年の7月ぐらいから、手がおかしいな、でもすぐ治るだろうっていう気持ちで病院に行ったんですけれども、月単位でどん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 痛みも広がり、関節も全身痛く、筋肉も日によっては痛く、微熱も出て、皮膚も焼けつくような痛みが出てきました。で、私はこの病気の連鎖を止めたいと思い切って、パニック障害だと電車がすごく怖くて乗れないんです。電車を乗らなくなって約3年くらいになるんですけれども、今日は横にいる母に一緒に付き添ってもらい、大宮に弟が住んでいるんで前の日に一泊し、そこからなら新宿までどうにか38分間耐えられるだろうと、皆さんにお会いできるだろうっていう固い決心のもと、私は頑張って今日杖をつきながらここまでたどり着くことができました。杖はどうしてつくんですか？長時間だと足の裏がすごく痛くなってしまいまして、あとだるさがすごく胃腸に出てきてしまうので、発作性上皮性頻迫の方がたまに顔を出してしまうので、そういうところでこう寄りかかる杖があればなんとかここまで来れるんじゃないかという思いで、普段はほとんど使わないんですけど、長い時間立っているっていうことができないので、今日は杖をついてきたんですね。で、それでここに来て少しでも自分が気持ちを前向きに、そしてプラス思考に考えられるようになって、痛みのない人生を切り開けたらいいなって思いました。で、それで自分も先生のようなことを身につけられるのであれば、身近にいる痛いとか苦しいとかそういう人たちを少しでも楽にしてあげられたら、私も生きがいっていうから大げさですけど、ああ私もまだ役に立てるんだっていう実感を
前ちょっと仕事できてる時は看護助手とかそういう仕事をしていたので、あの人の役に立つっていうこととか介護することがすごく自分の生きがいになっていたので、またそういう風な気持ちになれたらいいなと思いまして、今日は頑張ってここまで来ました。よろしくお願いします。人間が地球で生きるということにおいて、まず最初に何が起こっているか、重力ですよ。この地球上で生きようと思ったら、自分の馬おぎゃんと生まれてきた時に自分の重力をこの地球で支持するのと同時に空気を吸うわけですから、重力と空気ですよ。それから始まってこの地球上に生まれてきて重力を感じて空気を吸った時に、その人がこの地球上で生きる身においてその人のシステムが備わるんです。それがプログラムというんですけども、今日ここにプログラムの問題を持っている人が何人もいるんですよ。それが4人の方がプログラムの問題を持ってて、それはどういうのかというと、これは一番最初にこうチェックを私はするんですけども、これが自律神経のトラブルの元です。先ほどいっぱいおっしゃったでしょ、あの全部の元だから、そこをやらないといけない。あれだけ病名いくら7秒が一個一個やれば薬こんななっちゃう。ほとんど15種類ぐらいで薬も15種類ですし、病気もまだ先行ってないこと以外にもまだまだいっぱいあるんです。でもその元がここで話が始まったんですよ。で立ってで、こういう特徴、ふにゃふにゃ痩せてても、どうしよう、痩せててもしっかりしてる。なのに片手で指先で倒れちゃうっていう状態ですよ。こういう人たちの特徴、これは自律神経のトラブルっていう意味です。で、あがります。まだ特徴があります。大丈夫、およそ前出して、そして力入れないで楽にして、楽にしてもらう、楽にして、で見てください、ね、上から潰れるんです。潰れるでしょ、楽にして腰が折れ曲がるんです、うん、こんなに折れないし曲がれないですよね。今Cさん Pのはい、はい、OCCP5I 後ろで5でした。今度反対、1、2、3番 P5I 後ろ5でした、はい、周上骨と外側を A5EX、はい、で 靴履いて、はい、その状態で、ビクともしない。どう？全然違います。違いますね。はい、サウナ書いて。さっきが見なくて。なんかギラがかかりやすい。で、おへそ出して、楽にして、はい、で、ですよ。これは自律神経が働き出したってことでしょ。先生、あの全身の関節が痛いのも歩いてみて、はい、自分で全身チェックしながら、変化あるわけ、痛くない、足の裏とか痛く、YouTube で見た通りのことが自分の身に起きたっていうことが本当に
信じられないっていうのと、体がすごくやる前とやった後では違いがすごくはっきり自分で分かったので、そのままずっと思っていたことが一瞬にして分かったというか、理解できて、症状も軽くなったっていうのがすごく嬉しくて嬉しくて、言葉では表せられないくらいすごく嬉しかったです。